誰かと思えば。高野さん、こんな時間にシャベルなんか持ってどうしちゃったのかしら。傘もささずにずぶ濡れの泥まみれで。あれ、レナと宝探しにダム現場に行った時忘れてきちゃったもんで。で、この土砂降りの中取りに行ったわけ。家を出た時は降るとは思わなくて。ダムとは場所も方向も正反対だけど。あら、大丈夫？ひねっちゃった。しょうがないわね。家まで送るわ。私が優しい人でよかったわね。自転車は積めないから明日取りに来て。あの、なんとか詰めませんか。ないと困るんで。トランクはもういっぱいなの。後部座席には乗らないし。大丈夫よ、取る人なんかいないから。あの、すみません。よく聞こえませんでした。今、なんて？死体、上手に埋められた。